今日も張り切ってクワガタチェックに行きましょう。こんなてっぺんにクワガタいるかい。今日はここへやってきました。よろしくお願いします。2回目ですね。ここ、この間来た時にあの真っ黒クロスケのクヌギ忘れられなくて、もうね、とにかく行ってみましょう。もう前置きはどうでもいい、とにかく行ってみよう。うん、気をつけて、マムシ注意で。よっしゃ。もうここはね、もうあの木しか見るとこなしって感じ。今はまたもうちょっと夏が近づけば他の木も何か変化があるんでしょうけどね。とりあえずあの木を目指しましょう。どこでしたっけ、あれあれ、この辺まで来れば見れるかなって思ったけど、あれだ、あの黒い木、あ、うん、あれあれ、すごい、こちらだな、来たー、うんうん、ちょっとこっからズームしてみましょう、わかりません。接近。見てみますか。スズメバチはいないですね。お、これ樹液の匂いがどうですか。また酔っ払うんじゃないですか。あ、ここ蜂が。おお、大丈夫大丈夫。蜂向こうに、あ、これはちっちゃいコクワですか。コクワ、おお、いましたね、コクワ、この間のかな、この間のかな、どうかな、うわ、すごいな、樹液は、おお、どうですか、この間ここにいましたもんね、なんだよ、君は向こうに行きなさい、ちょっとね、10分後に来なさい、君。10分後に。向こう。あ、ちょっとそこ動いたんじゃない？あ、ちょっといい？はい、どうぞ。あ、なんか怪しかったけどな。引っ込んだ？間違いかな、影かな。うん、なんだよ。おー、いないね。うわ。うわ。うわ。すごいね、この樹液の出方。ちょっとこっちは？いいか。
ませんね。ここは？おお、いた。ここは。この間のかな、って感じの大きさです。あとはいない。この間のやつっぽいですね。ほら、増えてるじゃないか。お、ここにもいるよ。この下とか掘ったら何か出てくるのかもしれないけど、ね、いやー、だけどこの木、すごいですね。いや、今年はみんなのおかげでいろんなご神木に巡り合えますね。これからが楽しみです。それじゃあまた来てみましょうね。